YouTube をご覧の皆様だけにこちらの先取り情報をお伝えしたいと思います。今回は今後発売を予定しているスモークグリーン RDX、レッド RDX のインプレッションをお送りいたします。こちらプロジェクト X のハザーダススモークグリーン RDX、 そしてハザーダススモークレッド RDX、 こちらの2本を、打ちながらインプレッションしていきたいと思います。でこちらのシャフトなんですが、緑の方ハザーダススモークグリーン RDX なんですが、もともと発売しておりますハザーダス T1100G の後継モデル、そしてこちら赤い方がハザーダスレッドの後継モデルとなります。このハザーダスシリーズの中では一番こう対極にある一番ハードなグリーンと、まあ、一番こう優しめ皆さんに入りやすいレッド、こちらの2機種のご紹介になります。今日はこちらをインプレッションしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、まずはこちらハザーダススモークグリーン RDX、 こちらから打っていきたいと思います。もともとは T1100G というモデルの後継機になるんですが、前のモデルは私正直これって歯が立たなかったというかですね、結構こうちょっとですねアメリカンなバサッっていう感じのシャフトで、あれがもちろん好きっていう方もいらっしゃるとは思うんですが、私は正直あれは苦手でした。で、これ今65g の 6.0 トルクは 2.8、 結構トルク絞られてる感じのシャフトなんですけど、ワックルした感じはハザーダスブラック、スモークブラックの、感じをちょっとこう、半フレックスぐらい硬くしたかなというぐらいの感じの印象ですかね。はい、ワックルした感じは、はい、こちらを打っていきたいと思います。お願いします。ほう、でもねしっかり感は全然こっちの方がブラックよりある。スピン量がでも減るな。もう一回いきます。シリーズ最型ですね。最型ですね。振ってても硬いっていう印象はあるんですけど、あの硬い中にもあのちゃんとどっかに逃がすところを作ってくれてるっていう感じがあるんですよ。正直この T1100 の時はその逃がしてくれる感じがないので、打っててもインパクトに対してクラブがこうすぐに降りてきてしまう感じになって、ちょっと詰まって僕はこういう風なこうキャスト してしまう動きが出るんですが、これに関して言うと若干ちゃんとタイムラグを作ってしなり戻りが遅くくるので、その分こうちゃんと球持ち感も出してくれますし、で打ってて今もちょっとスピン量多いかなっていう印象があったんですが、スピン量は少ない。これだから素材の良さなのかシャフト作りのうまさなのか、まあ両方です。ということでもう一回いきます。フェードしないです。はい、失礼しました。これがね硬さです。これね硬いとフェードが打てないんですよね。もう一回いきます。頑張った。これ限界ですよ、はい、そうするとでもこれスピン量が多いフェードなんで飛ばないフェードになっちゃうんですよね。だから僕には正直これはちょっと硬すぎるシャフトにはなるんですが、じゃあその T1100G のそのタイミングがちょっとで取りづらいというかですね、戻りすぎてしまう感じが軽減されていて、非常にこうまあ言ったら日本人好みというかに味付けされた非常にいいシャフトな印象です。ここまでこうなんでしょう、後継って言っててここまで大きくこうまあ日本人向けというか日本向けな味付けにするこうトゥルーテンパーさんのシャフトっていうのはあんまりないんじゃないかなという印象ですね。これだからシャフトで言うとやっぱりダイナミックゴールドとかそういうのの、まあ、X100 とかですね、しっかりと重くて硬いシャフトでなおかつめちゃくちゃ手元調子系のシャフトを使っている方には非常にマッチしやすいシャフトなんじゃないのかなという印象があります。はい、続きましてプロジェクト X ハザーダススモークレッド RDX、 こちらはですね 60g 台の 6.0 なんですが、トルクが先ほどと違ってちょっと多いです。 3.5、 そしてミッドスピン、はい、
ずっとロースピンばっかりやってたんですけど、今度はミッドスピンです。ワックルした感じ、もうこの辺硬いです。結構手元の硬さを感じます。さあ、これがどういう感じなのか打っていきたいと思います。わっ、もう明らかにもう捕まりますね。ピンピン系ですね。はい、まあまず打てないってやつです、僕が。はい、苦手系のやつです。苦手なんですけど、それを打ってこそフィッターなんで頑張ります。頑張りました。頑張りました。非常に頑張りました。ただヘッドスピードは出せません。これ手元のしっかり感、そして先端剛性感がすごいあって、中間部だけしなりますよっていう感じのシャフトですね。なので今もう2球目ちょっと開いたかなっていう感じの当たり方をしてるんですけど、ボールが逃げすぎていかない、まあちょっとボールが捕まらないだけど、ボールが捕まらなくて、だけど右のミスは消したい、すごい贅沢な悩みなんですけど、そういう方はこういうシャフトを使ってもらうと、だいぶこう挙動が安定するので、コントロール性が高いシャフトなんじゃないかなと思います。こんな感じですよね。はい、フェース開いて当たっちゃっても逃げすぎない。だからスピン量とか今の結構出てるんですけど、それでも曲がり幅が抑えられるので、まず枠を外さないっていうシャフトにはなると思います。ちょっとこれで右側から捕まえに行きます。うん、この球が簡単に出るので、まあ簡単に見せちゃう僕の腕ですか。すいません。じゃあ今みたいに捕まえに行った時に変に捕まりすぎないんですよ。それがやっぱりこの先端剛性の高さなので、実はここ最近こういう感じの調子、要は手元も硬いです、先端も硬いです、中だけポキッと折れますみたいなしなり方なんですけど、これってこういうシャフトって実は各社作ってらっしゃいます。ところが硬くしすぎちゃったり、はい、硬くしすぎて全体が動かなすぎて、日本のシャフトなのにめちゃくちゃアメリカンなシャフトとか最近多いんですよ。それがなんかずっとこう打ってるのがこのハザードシリーズって全然アメリカっぽくないですね。それがちょっと不思議な感じです。なんか日本がアメリカに寄ってきたみたいな、太平洋ちょっと狭くなったんじゃないかと思ってます。温暖化の影響ですね。そうですね、ちょっと太平洋が狭くなってます。これめちゃくちゃ楽だな。これが本当になんかストレートにポンって飛んでくれるんで、正直こう飛距離、僕の中では振り切れないんで、僕の中ではですよ、飛距離を望めるシャフトではないんですが、枠に飛ばすのはすごい簡単です。で、逆に言うとこのシャフトが合う方はめちゃくちゃ飛距離を左右の曲がりを気にしなくてよくなるので、どんどん振れていくので飛距離も見込めると思います。しなり戻りが遅いとかっていうのは全くないので、そういう意味で言うとアメリカのシャフトってこう飛距離が望めませんとか、なんかこうバサッとシャフトがバサッとしなって終わりみたいなシャフトが多いんですけど、しなやかさがちゃんとあってピョンって最後一仕事してくれる感じはしっかりあるので、すごくこうユーザーさんが広いところで取り込めるんじゃないかなというようなシャフトでございます。はい、プロジェクト X ハザーダスシリーズですね。ハザーダススモークグリーン、そしてスモークレッドの RDX、 こちらの2機種を打ってみました。打ちながらもお話ししてるとは思うんですが、ハザーダスシリーズのこの日本っぽさはどっから来てるんだろうって思うぐらい、ちょっとこのアメリカのシャフトという印象が非常にこう概念を覆すような素晴らしい出来のシャフトだと思います。このシャフトはぜひ皆さん手に取って、打つ機会をたくさん作っていただきたいなと思います。このグリーンはめちゃくちゃハードヒッターの方には曲がり幅をしっかりと抑えてパワーを受け止めてくれる。そしてレッドに関して言うと曲がり幅を抑えつつもコントロール性と飛距離を実現してくれる、非常に高次元で、バランスの取れた2本のシャフトだと思います。ぜひぜひ皆さん手に取って打ってみてください。そしてハザーダスシリーズ、プロジェクト X ってシャフト、こちらが実はこう結構硬くて難しいんじゃないかという印象をお持ちの皆さんに朗報でございます。え？
個ポンと上がりますね。ああ、これもうなんだろう、みんながみんな